アルフレド・モラレスは、ドイツ・ベルリン出身のプロサッカー選手。アメリカ代表、ホルトゥナ・デュッセルドルフ所属。ポジションは、ミッドフィールダー。ペルーチンボテ出身で、アメリカ国籍の父とドイツ人の母との間に生まれた。2008年11月、レギオナルリーガに所属するヘルタ・ベルリンのリザーブチームで、初出場。2010年、トップチームの夏季キャンプに参加した。 ラファエルの負傷離脱に伴い、2010年12月5日の TSV1860 ミュンヘン戦でトップチームデビューを果たした。試合には0から1で敗れた。2013年5月17日、FC インゴルシュタットレイヨンと2年契約を結んだ。2013から14シーズン開幕戦の FC エルツゲビルゲアウ戦でスタメン出場するも80分に退場処分を受けた。 モラレスは出身地であるドイツのほか、父親の出身地であるペルー、市民権を持つアメリカの代表を選ぶこともできた。モラレス自身は当初父親の出身地であるペルーの代表を選ぶことを考え、ペルー代表監督のセルジオ・マルカリオンも招集に前向きだった。二0 1年十一月、アメリカ代表初招集。二0 1年一月十九日に行われた、 カナダとの親善試合で75分から途中出場始発キャップを記録。2015年7月13日、2015コンカカーフ、ゴールドカップパナマ戦で公式戦初出場。ありがとうございます。